高速道路上の直進安定性などもかなり優秀ですね。あまり変な動きをしない、そういった車体であるように感じられます。はい、それでは少し荒れた峠道を走ってみたいと思います。はい、峠道のこちら側、前回の GSX-S1000ABS の時もご紹介しましたが、舗装がかなり荒れているんですよね。一般道なのでそんなに速度は上げていないんですが、これぐらいの峠道というか結構タイトなコーナーが続く峠道なんですが、これぐらいであれば本当に車体が軽快で、そして従順なので思った通りに曲がれるという印象ですね。リッタークラスのバイクにこういう表現が当てはまるのかどうなのかわからないですが、車体としては全体的にひらひら感が強いというか、短気筒は言い過ぎとしてもちょっと2気筒モデルに匹敵するんではないかというぐらい、それぐらい車体は軽快なんですよね。ちょっとしたコーナーであればブレーキを使わないでもそのまま車体を倒し込んでいくだけで、本当にひらひらっとコーナーをクリアできるという印象ですね。はい、ごく低回転域から分厚いトルクがという感じではないんですけれども、本当に低い領域、微回領域を通り過ぎてからは、そこからはじわじわとトルク、パワーが立ち上がってくるという感じなので、扱いやすいですね、本当にこのエンジンは。はい、そしてブレーキなんですが、これはもう本当にカチッとしたいい感じのタッチだと思いますね。はい、そうですね、ブレーキレバーのタッチ非常に軽くて、そしてですね、パッドがローターに食いついてからのその効き始めが本当に分かりやすいという感じがしますね。はい、そうですね、はい、そしてよく効きますね。このモデルはトキコのラジアルマウントタイプの4ポートキャリパー、対抗4ポートキャリパーを採用しているんですが、昨今のそのブレーキメーカーというか、例えばトキコとか日清とか、そういったブレーキも本当によくなっているんですよね。はい、そして扱いやすいのと同時にかなり強力なので、指1本でも自由自在に操作できるという感じで、これはなかなかいいですね。あとこういったブレーキのタッチの良さには、車体全体の軽量さ、そしてマスの集中が効いているということも大きく影響しているんじゃないかという印象ですね。はい、そして今度は下りですね。はい、そうですね、私普段あんまりやらないですけれども、今人差し指1本でフロントブレーキを操作しているんですけれども、やはりそうですね、人差し指1本でも十分という感じですね。とてもブレーキはいいですね。今度リアブレーキどうでしょうかね。はい、はい、リアブレーキは結構スポーティーな味付けというか、スーパースポーツ的な味わいですね。それほど実用的な制動力というよりはですね、やはり車体のコントロール、リアタイヤの駆動力を調整したり、あと車体の安定性を出すためにリアブレーキを踏む、そういった時に適しているリアブレーキという印象ですね。はい、そうですね、今リアブレーキだけでちょっと減速してみたんですけれども、車速を落とすことに関してはそれほど積極的ではないリアブレーキという印象ですね。フロントブレーキがね、これだけ扱いやすいんで、リアブレーキはこれでも十分という感じがしますね。またこれだけスポーティーなモデルですから、このリアブレーキのチューニングというのは適切なものだと思います。はい、そしてこういった状態でのこのモデルのエンジンですが、やはりホンダ車らしくスムーズですね。
エンジンの振動が全くないというわけではないんですけれども、今そうですね、回転数も低いですからね、だいたい3000回転ぐらいで峠道をゆっくりと下っているという状況なんですが、まあ、こういった状況であれば、ね、本当にスムーズなエンジンという感じがしますね。こうなってくると高速道路の、まあ、結構回転を上げた時の、 あのハンドルバーに伝わってくる振動は何だったんだろうかという感じがしますが、まあ、いずれにしてもこういう状況だととてもスムーズで扱いやすいという印象が支配的ですね。はい、あとやはりこのモデルは車体全体が扱いやすいんでしょうね。こうして乗っているとそのマスの集中が効いているというのが分かりますね。そのマスの集中に関してはフレーム形式、モノバックボーンフレームを採用しているということで、横方向も集中しているんですよね。その車体の中心線上に重量物が集中しているという感じは、まあ、やはりですね、アルミのツインスパーフレーム、まあ、どうしても幅が少し広くなってしまいますが、そういう車両とは一線を画す、まあ、そういった乗り味だと思いますね。はい、で今ね、峠道の下りということでシフトダウンでクイックシフターを使うことが多いと思うんですが、高速道路を走っているときに低めのギアで、しかもエンジンの回転数が高いときのこのクイックシフターのタッチというかですね、操作感というのは実はあまり芳しいものではなかったんですよね。結構ショックがガツッガツッとくるような感じで、まあそうですね、クイックシフターに関しては個人的にはマストな装備とは思ってはいないんですが、まあ、例えば川崎の忍者 H2SX-SE に乗った時の、まあ、クイックシフターのフィーリングというのは本当に上質で、なかなかショックが感じ取れないぐらい、まあ、それぐらいの、ね、クイックシフターだったわけですが、ね、もしかしたらその回転域とか使っている状況がこのクイックシフターの想定しているその使用領域とはちょっと逸脱していたのかもしれないですけれども、まあ、このあたりはね、ちょっとライダーの感じ方それぞれだとは思いますけど、まあ、少なくとも私好みではないなという感じがしますね。はい、あと今ちょっとね、日陰が多い峠道を走っていることも関係しているんだと思いますが、このモデルのちょうどこのメーターパネルのこの部分ですね、右端上の部分ですけれども、燃費運転などを表示するインジケーター、色が変わるんですけれどもね、ちょっとですね、このインジケーター、まあ、結構大きくて、まあ、実際に使う装備としてはね、この大きさでもいいんだと思いますが、今ちょっと峠道日陰が多かったんで、あれウインカーつけっぱなしだったからっていう風にちょっと勘違いしてしまうようなところもあったんで、そうですね、まあ、ちょっとこのインジケーターの光に関してはちょっと色を変えるとかした方がいいような気がしないでもないですね。ウインカーの、ね、インジケーターの緑とこの燃費運転をしている時のこの緑の色が一緒なんで、ちょっとね、乗り慣れないと混同してしまうということがあるかもしれないですね。それではね、もう一回この峠道往復してみたいと思います。せっかくですから今日は路面状況も良さそうですし、スポーツモードで走ってみましょうかね。はい、今スポーツモードに切り替わりましたね。やはり車体が従順なんですね。先ほどのコーナーもかなり小さくくるっと回らなきゃいけないコーナーだったんですが、私がイメージしていたよりも車体1台分とはいかないまでも車体半分ぐらい、まあ、それぐらいイン側のラインを通れてしまったという感じで、この車体の特に横方向、ロール方向の動きが軽いんですよね。そしてその倒し込んでいくときも相当従順にペタッと寝てくれるんで、まあ、ライダーとしてはこういった峠道を楽しく走れるという印象ですね。これぐらいの速度だとね、先ほど言ったクイックシフターのフィーリングもいいんですけども、高回転域はね、なかなかやはり追従できないのかなという感じがしないでもないですけどね。はい、今2速ですね。はい、やはりこの2速スポーツモードでこういった峠道を走るとこのエンジンのね、相当元気のいいキャラクターが前面に出てくるという感じで、これ発表試乗会の時もコメントしたかと思いますが、このエンジン相当元気がいいので、こうスロットルを開けていくとこういった峠道のコーナーとコーナーの間をつなぐ短いストレート区間でも
まあ、やはりですね、だんだん前輪の存在感が希薄になってくるというか、後輪だけで走っているような、そういったフィーリングが強まってくるんですよね。ハンドリング、そして車体の動きも、パワーかけてると重くなるモデルが結構多いんですけども、このモデルはそういった傾向とは無縁と言わんばかりに、結構ですね、スロットルは開け開けで行っている時も車体がね、軽いままなんですよね。これがこのモデルの真骨頂というか、一ついい部分だと思いますね。